南スーダン派遣施設隊の隊員諸君が見事に任務を完遂し無事帰国したことを大変嬉しく思います。本当にご苦労様でした。国連平和維持活動は世界の平和と安全のために国連が行ってきたさまざまな取り組みの中でも最も重要なものです。四半世紀に及ぶ自衛隊の国際協力の歴史の中でも南スーダン PKO への施設部隊の派遣は過去最長となり、同時に過去最大規模の実績を残してくれました。一人一人の隊員がアフリカの灼熱の大地に流した汗は必ずや南スーダンの平和と発展の大きな礎となる、そう確信しています。南スーダンのキール大統領は友人である日本の施設部隊が誠実かつ献身的に多くの素晴らしい仕事を成し遂げてくれたことに感謝する、この5年間の日本の施設部隊による貢献を南スーダン政府国民は決して忘れないとの言葉を伝えてくれました。与えられた任務を全力で全うする隊員諸君は日本国民の誇りであります。今後とも積極的平和主義の旗を高く掲げ国際社会の平和と安定のために力を尽くしてまいります。